他の人と共有する方法についてご説明します。ユーザーを追加することで、他の人とアプリのデータや設定を分けて利用することができます。この操作は所有者のみ行えます。ホーム画面からアプリ一覧、設定をタップします。ユーザーをタップします。ユーザーまたはプロフィールを追加をタップし、ユーザーを選択します。内容を確認し、OK をタップします。新しいユーザーのセットアップを始める場合、今すぐセットアップをタップします。新しいユーザーが選択された状態で、ロック画面が表示されます。ロックを解除し、セットアップを行ってください。説明は以上です。